2018年に新設された北口明前駅は愛知県尾張旭市旭前町5丁目にある名鉄瀬戸線の駅である。駅番号は ST14。旭前駅としての開業は1942年である。ただし、旭前駅に近接する場所に瀬戸線開業時に設置されていた老石駅が同時期に廃止されており、両駅の関係について、 同一駅の改名移転とする資料も、老石駅の廃止と、朝日全駅の新設とする資料もある。相対式2面2線ホームの地上駅。無人駅であり、駅集中管理システムが導入されている。無人化後の管理は、大曽根駅が担っているが、トラブル時には、三里駅より、係員が来る仕組みとなっている。駅舎、改札口は2番線の南口と、1番線の 北口が設置されている。北口は車椅子を利用している人などバリアフリーのための改札として利用される。北口設置後も駅構内に古戦橋が残っている。南口駅舎には居酒屋が一軒テナントとして入っている。トイレは駅構内にはなく南口駅舎脇に公衆トイレが設置されている。駅集中管理システム導入前は早朝。 夜間の無人となる時間帯に駅を開放しており、降車客の切符は運転士が回収していた。周辺は住宅地であるが、区画整理中のため空き地が目立つ。近年、駅前ロータリーが整備されている。駅北側の朝日前駅北停留所と、南口前ロータリー内の朝日前駅停留所に停車する。1995年のインバー駅開業により、利用者が分散し、 減少していた時期があったが、近年は若干回復傾向にある。名古屋鉄道 ST、瀬戸線急行通過準急、普通院場駅朝日前駅終わり朝日駅、名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道、1994年、1058ページ。寺田祐一、海底審判データブック日本の私鉄猫パブリッシング、2013年。 258ページ。ISBN 978から47億7701万3364。AB 梅村俊樹、トピックフォトス、鉄道ピクトリアル第947巻、鉄道図書館公開、2018年7月、121ページ。AB 駅時刻表、名古屋鉄道、名鉄バス、2018年2月24日、閲覧。 電気車研究会、鉄道ピクトリアル通関第816号2009年3月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、干末折り込み、名古屋鉄道配線略図名鉄120年史、編参委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、160から162ページ、名古屋鉄道広報宣伝部、 名古屋鉄道100年市名古屋鉄道1994年651から653ページ市の統計終わり朝日市令和元年度移動等を円滑化取り組み報告書名古屋鉄道2020年11月25日閲覧同席駅に関するカテゴリーありがとうございます